2回目もう寝ようかとしてたら通知があって早くない寝るの。ペハーイ何かさ、やばい。もうさ、この家さ、もうやっぱ季節的にも蚊がたくさんいるからさ、蚊に刺されたらめっちゃ痛いです。写真新しくなったねって。そうなんです、壁紙が変わりましたので、今日から新壁紙です。新壁紙になりました。14日の坂上公園当たった、初めての坂上がり。そうだよね、まだ3回ぐらいしかしてないからさ、初めての坂上がりの方もいますよね。壁車、そう、壁車は新衣装で、そう、なんか実はね、あのね、衣装ね、私ブルーじゃなくて、あのなんかよーく見たら、あんま写真とかだと分かりづらいけど、よーく見たらなんか衣装がベージュの人と青の人で水色、なんかみんな大体一緒なんだけど、なんかよく見るとそう違ってて、みんな衣装が青の水色とベージュの、まあ、青はみんな一緒なんだけど、水色とベージュがあって、そう私はベージュの方なんですけど、なんかよく見るとそうちょっとね、みんな見てみて、なんかよく見ると色が薄いことをめっちゃ 水色みたいな感じの人たちともいて、そう結構ね、まあ人によって結構衣装は違いますので、なんか人によって衣装、あのなんだろう、ありがちが、なんか袖の感じ、肩出しと袖がキュッてなってるやつと なってないやつと、リボンの形とかいろいろ違って、スカートもね、実はね、みんな結構違うから、あんまりね、同じ全く一緒って人はいないかな、あんまりそんなにいない感じになっております。そう、髪飾りとかもね、肩出てるやつとベレー帽めちゃくちゃ可愛い。そう、私はあれが好きです、あのニノさんとかマイさんのベージュの衣装で袖がキュッてなってるやつ、袖がね、こうシュワシュワシュワってなってるやつがあって、それが好き。私はベージュでした。そう。
まあまあ、あ、おしゃべり会の受付始まってます。5時から一旦終了なのかな、今日で。明日か、明日のお昼で一旦終了なので、またすぐに開始されるとは思いますが、リーリタンの顔の大きさ小さすぎに、本当にリーリタン可愛い、本当に可愛いのに、本当にね、リーリタンって呼びたくない、リリちゃんって呼びたいんだリーリちゃん本当に可愛くて、なんかメールにちょこちょこ私出てるんですよ、もう2回ぐらいかな。やっぱ私は好きだから、めっちゃ好きだから、一緒に写真撮ろうって言うんよ。でその後に私も撮りたいですって言ってくれて一緒に撮るんだけど、その人は撮った写真もね、あのメールとかに載っけてくれて、でココアさんはあの可愛くて優しくてって書いて、可愛くて優しくてまた仲良くなりたいんですみたいなこと書いてて、本当に何この子ってなった。普通に本当に可愛い、私はメンバー全員分のメールってるんで、そういうのね。でもね、ミナに送られてきたんですよ、なんかスクショが。え、あのスクショが来て、私なんかちょっと、そう、うわ、最悪、お世辞が言うタイプって、本当に良くないね。え、本当に可愛いの、リリタンって大好き、普通に好きなんだけども、本当に可愛い。そうそう、藤子ブルベ、私ブルベ、私ブルベブルベがいい、多分ブルベ。なんか本当にさ、なんか今絶対ここのさ、部屋、私部屋めっちゃ散らかっててさ、嫌なんだよね。なんかね、収納系買ったんだけど、え、なんか TikTok 始めたいから、あのこのね部屋をね、いい感じにねリメイクしたいんよね、 TikTok 用でちょっと可愛くしたい。このね、後ろのさ、布団カバーとかもさ、可愛いのに変えたらね。でもね、買ったんよ、たくさん収納系。TikTok 始めたいけど結局しないんだろうなって感じ。したいけどね、多分しない、すぐには。こんばんは。ね、リータンがね可愛いんです、私的には本当に。
嬉しい。なんかこんなにさ嬉しい、なんかリーリタンがいてくれて。こんばんは。みんな可愛いけどね、みんな可愛いけど、私が多分普通にファンの人だったらリーリタンかなって。こんばんは。夜ご飯何食べましたか、皆さんは。ん？今日は突然？わ、ダンさんありがとうございます。タワー。ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、かわいい。パリピじゃん。ありがとうございます。クマハート来た。ありがとう。夏だね。クマさん来ました。とんかつ、ウイコーロ、白ラーメン、ハンバーグ、カレー、マグロ、鶏スープ、炊き。8月か、今日も。ちょっとこれ宣伝しとこう。やってますよって私は今日はウーバーイーツです。お母さんウーバーイーツしてくれましたさ、今ねもうちょいしたらね本当にねチョコザップに行こうと考えてて、結構ガチめに、なんかそう、私結構ガチめにね、もうそれをしたらね、あのチョコザップに行こうかっていうねところにいるの私本当に。でこのランニングマシンでこうやって一生これでしとこうかな。なんか外は暑いから普通に熱中症になりそうだし、それやったらまだジムで行った方がクーラーついてるし、そうあんまりさ、そう熱中症とかまだ心配ないかなと思って、まあ、その行く時間でもさ、ね、一応ちょっと遠回りとかしていけばダイエットじゃんって思って行きたいの本当に。こうやってあんま筋トレとかはしないけど、エステとかもしてみたりして、そう本当に本当に、いやあの前話したじゃん、絶対さあのみんな嘘だって思いながら聞いてたと思うんだけど、ちょっと結構ガチめに行こうと私は考えてて、行ってちょっとあの燃焼できたらいいなって燃焼できたらいいなって思って、お、昨日ゆえちゃんがフジボブとご飯行きたいって言ってたよって嬉しい。この前のサラスティンリハの時もね言ってくれたこの前サマステのリハの時に
ゆえるさんがと隣になってて、その時にあのめっちゃ私を見て笑ってきて、その後にフジここも行きたいって言ってましたって言ってて、二人で喋れるって言ってた喋れるんじゃない、さすがに私わかんない、喋れると思う別に、でも自分からは話しかけれないかも。なんで笑ったの知らないなんかすごなんか私は普通にこうやっていたんですよ、まあなんかニールさんの隣いて、その曲中とかでさあるじゃんいろいろ、まあでその時に待ってる時になんかめっちゃ見られてたでその後にそうめっちゃクス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 こっち見ながら笑ってきて、そしたらご飯行こうねってでもゆえさんさ、あの私が入ったばっかの頃さ、入ったばっかの頃っていうほどもね半年ぐらい経ってからさ、なんか博多上会で気になる後輩みたいな私の名前あげてたんよ。やっぱ前座も2回も選んでくれてるし、2年連続。行きたいな、私も行きたい。そうなのよ、めっちゃめかりなんよね、一応。ね、早く行かないとさ。早く行かないとさ、ゆえさんの気持ちがなくなっちゃうかも。もしれんけん、じゃあゆえさんと二人でご飯行ったらなんて話そうかな、話すことなさそう二人とも、わかんないけど。でもゆえさんは私のお兄ちゃんと同じぐらいの年の差だから意外といけそう、わからんけどそうそうそうだよね、会話ね、何話すかちゃんとまだ行くのも確定してないけど、ちょっと近々2人で絶対に行かなきゃ。はあ、チーズケーキ私好きじゃないうん、なんで話そうか。おしゃべりかみたいなドキドキワクワク感って、うん、何が、でも特に、うん、ね、やばい、めっちゃこれ歯のやつが、歯の加工が。何屋さんかな、いくら定食屋さんとかかな、楽しみ。あ、猫飼ってるんだ、そうなんだ、聞いたことあるかも。でも私さ、自分家の猫ちゃんが一番って思っちゃうタイプだからさ。ゆうゆうさんって人見知りなのかな、やっぱ人見知りなのかな、
うん、私もねちょっと緊張しちゃったら話せないんだよね。でもなんかね、私がさ、昇格して初めての目撃者でさ、ご飯に行くなら誰かみたいなやつでさ、ゆうるさん選んだじゃん。だから行ったら本当に今はもう5月から2ヶ月、3ヶ月経ってるからもう本当に5ヶ月越しのね、叶う。でもなんかさ、どうなんだろうな、私なんか5歳じゃん。でもヒーローと話せてるから別にそんでか、でもなんか先輩とやりがあるからさ、やっぱりちょっとね、ヒーローとかリチャキとかさあちゃんとのとかも離れてはいるけど、やっぱ同期だからなのかな、それって。同期だから話せるんだよね。やっぱ先輩ってなるとさ、ちょっと緊張しちゃうな私。でもヒーローと同い年って考えるとまだいけそう。めちゃ気赤ちゃんだから。イチャキで本当にさ、なんだろうね。でも私結構イチャキと仲いいんだ。イチャキとね、結構仲いい。なんかリチャキは普通に好きなんだよね私が。なんかさ、何も考えてなさそうだからやりやすい。じゃあ私の目標はゆうるさんをヒーローかと思って話せるくらいになります。難易度高。ヒーローみたいに人見知りせず、ヒーローだと思ってそんくらい仲良くなれたらね、一番いいわけだから。ね、トップテーマはヒーローとどんな話。ヒーローはでもなんかヒーローってヒーローって言われたくないらしくて、ヒーローって言われたいらしくて、でもヒーローってちょっとさ緊張する。そうヒーローはなんかヒーローってやっぱ言われたくないからヒーローって呼んでほしいけど、なんかもうヒーローだじゃん、だから難しい。いきなり変えるのはね、ヒーローのラジオね呼ばれたい、私も早く呼んでくれ。そうヒーローっていうのはあれだからだよ。下手かった。あ、ゴムあるじゃん普通に。じゃあゆるさんと2人で行ったらインスタの写真撮り合いっこしよっかな。
先輩にとってもなんか恥ずかしい。ちなみにね、ちなみにこれはココペからもらいました。ココペってさ、今何が欲しいんやろ。タンプレあげたい。やっぱいつもお世話になってるからね、ココペには。先輩取り直してとか言う。でもね、いやいや、わかんないけど、ゆうさん取るの上手そうだから、そんな取り直してって、取り直してくださいって言っても大丈夫なくらいうまそうだから、写真撮るのが安心です、こちらとしては。わかんないけど、だってあれでしょ、あのさ、リノさんとエルさん2人で韓国行ってらっしゃったじゃないですか。でそれってリノさんのサイン、韓国のインスタ全部ユウヤさんが撮ってるってことでしょ。いけるでしょ。私めっちゃ好きなんだよね、ああいうさあ感じの写真の、というかなんかインスタっぽい感じの。コッペえ、私さ、そうなんかね、今さ使ってる、私さ、誰か私にさ同期でタンプレ買ってくれる人おらんかな。なんかさ、このね今使ってるメイクポーチがあって、なんかこれね意外と入んない説が出てきて、ちょっとなんか中でねごっちゃごちゃになっちゃうから、すごくない、こんな感じない。そうだから新しいの買おうって思ってるんだけど、そうでもメイクポーチ欲しいけど、ちょっとお母さん言ったら、あーまあまあするねーってなったから、同期で誰かさ、私買ってあげてもいいよみたいな人さいたらさ、ちょっとメイクポーチお願いって。もうね、欲しいメイクポーチも決まってるんだ、だからそれ買ってもらいたいんだけど、3000円くらい、まあ、そんなにめっちゃするってほどではないけど、そうなんかね普通にさ、なんかこの前買い替えたばっかだからね、これに。そう、誰かあの同期でプレゼント買ってくれる。そう、なんかね、グッチに行ってみたんよ、新しいメイクポーチ欲しくてみたいな、新しいメイクポーチ欲しくてっていう話をしたら、これ欲しいんだよねっていうことを言って言ったら、言って、私がちょっと冗談交じりで買ってって、これ買ってよって言ったら無理って言われちゃったそれはそう。でもさ、なんかタンプレとかでさ、あ、いいよって言ってくれる人がいるかもしれないんじゃん、もしかしたら。でもちょっとまあさすがに無理だったいや、これワンチャン、ワンチャンいけるかなって思って、グッチにこれ買ってって言ったら普通に無理だった。ママに買ってもらうしかないのかな、もう自分で買おうかな。なんか今ね、いろいろ欲しいのたくさん。まずハンディファンも欲しいんですよ。ハンディファン、あのフランフランでハンディファンと、フランフラン行った時にこの前ね、このね、このカバーが可愛いのがあったから、それが欲しくて、であとメイクポーチそう、可愛いね、なんかここのさ、これあのシーツカバー欲しくて。そう、でもさ、ハンディファンと、多分ハンディファンとメイクポーチと同じ値段なの、分からんけど、多分3000円ぐらいするくない。だから普通にどうしようって。なんかいろいろ欲しいな。そう、10代のきらめきってなんかさ、可愛い部屋って憧れるじゃん。
あとね、パジャマも欲しいな。でもパジャマは冬が可愛いから。そうなの、メイクポーチは絶対に欲しくて、ハンディファンも絶対、あ、日傘も欲しい日傘も欲しいんだった。なんかお母さんにさ、日傘買ってって言ったら、いや私は日傘って7000円ぐらいするものが普通なのかなと思ってたから、なんか楽天で上の方にあるさ、やつ買おうかなって思って行ったら、ママが日傘は3000円ぐらいでもいいのあるからそれでいいよって言われちゃったそう、なんかさ、 でも最近やっぱ自分で分かる通りさ、なんかお金使ってるなっていう感覚があるから、なんか買えなくて、カラコンとかも本当は欲しいけどまだ家にあるし、まあって、まあ普通に日傘、ね、日傘ね、この前ねつけてた、差してたんやけど、あのなんかはみ出ちゃったのよ、自分の腕なんかはみ出ちゃって、小さくてはみ出ちゃって、ここら辺が焼けちゃったから、そう大きくて、あのはみ出さないような日に当たんないやつが欲しい。ちょっとみんなにさ、おねだりして言ってみよう。タンプレ、タンプレで、タンプレでみたいな感じで私もなんか買うけんさって言って、私はね、本当に今年は日、マジで日焼け対策マジ頑張ろうって、対策マジ頑張ろうって思ってて、今日もちゃんとあの美白系の化粧水を朝塗りました。偉い偉いわ。ちょっと整理しよう自分で。まず、あ、いうこと、まずメイクポーチが欲しくて、メイクポーチが欲しくて、リモサが欲しくて、ハンディファンが欲しくて、なんだっけ、あのガシーツカバーだ、買おうかな自分で。今年夏さ半端ない。あとね、そう、今度ミラとさ遊び行くんだけど、その時用に靴が欲しくて、スニーカーが。やばいよね、買いたいものたくさんなんだけど、買いたいものがたくさんで困っちゃいます。あとで全部自分、あ、パジャマも行くを言えば欲しいし、自分で買うかサンプルね、もう2ヶ月ぐらい経っちゃったからさ、ちょっと遅いんですよね。カタローまだ起きてる、起きてるよ。わあ、サンタさんいる時代に戻りたい。あ、靴のサイズは 23.5。 でもなんかお母さんが23の靴履いてるんだけど、それでもいけたっちゃいけたんだよね、この前。だから 23. 点測ってみようかな、今今測ってみよう、足のサイズあるから、メジャーに。ちょっと測ってみるよ、ちょっと待ってて。私 23.5 もなかった。
てかさ、最悪待って、めっちゃ最悪なんだけど、今さ、なんか今ピコってなってね。あ、ちょっと今普通にそうピコってなって、なんだろうと思ってさ、表示見たらさ、この画面録画がなんちゃらこんちゃらしました、画面録画できましたみたいなのが出てきて、私ずっとさ、配信始まってからずっとさ、自分の配信が画録してたんかなはず。靴は 23.5 だけど23も履けるらしいし、今測ったら23もなかった、ちょうど23、22.8 とかそんぐらいだった。でも分からん、本当はのサイズじゃないのかも、靴のだから。ママ買って、ママ買って、そうね、容量めっちゃ使ってるかも。あ、じゃあ私の今の目標はゆえさんとすぐにご飯を行くということです。なんかさ、伝えといて、中華鍋だから、でも本当に中華鍋さ、あんまいらないかなでもネタにはなるじゃん、チャーハン配信とかで買ったらいいよね、ネタになる。そしたら、お、藤子号ガチ勢やーみたいな。そうなんや、私 IH ない、これリップが全然ないもん、カスカス、これないのかな、もう。でも中華鍋送られても持って帰るのが大変不安だな。これはないわ。チャーハンの着ぐるみいいね、あれで使えそう、喋り会の時に。何度も使えても使えんやろ、こうやって。あ、見たよ、あのリノさんの自己紹介のやつ。なんかそう、今さっき配信してたら、なんかリノちゃんが藤子ここの過去と話してたよって、そうそう教えてもらって、昨日の公演で。そしたらなんか見たらなんか自己紹介 MC でなんか嬉しかったことみたいなやつで、なんかサマステに出れることが嬉しいって、その時に私のチャーハンが面白くて好きなんだっていうことを話してて、確かになんかニューブイミカルとリノさんずっとチャーハン作ってるの、最後の方かわいいもん。なんか結構多分メンバーの中で一番ノリノリにチャーハン作ってました。みんなも一緒に行ってくださいね。
チャーハンってあなたは一番最後のブロックの2番目です。2番目でひじりさんの次ハイサイが終わったらあなたは今日でここはおしほらちえちチャーハンって流れます。こういう時にねチャーハンってよかったと思うんですよ。なんかさないじゃん、なんかあんまさ来るのさないとさ、こういう時にねチャーハン、チャーハンがあってよかったって思います。私はえ待ってもう9時だってやばいじゃん。本当だ、めちゃ話して、え話してました、たくさんありがとうございました。ちょっと終わります。13位、カベチョロさんありがとうございます。12位、サヨニャンさんありがとうございます。11位、ちゃんとくさんありがとうございます。10位、ジュナさんありがとうございます。9位、ポテチーさんありがとうございます。8位、赤いグリフォンさんありがとうございます。7位、中島優さんありがとうございます。6位、カンさんありがとうございます。5位、ただの魚さんありがとうございます。4位、イッシーさんありがとうございます。3位、ヤシタンさんありがとうございます。2位、ミルンクラゲさんありがとうございます。1位、ダンさんありがとうございます。ありがとうございました。あ、ダンさんタワーありがとうございました。ありがとうございました。皆様今日は2回も見てくれた方もありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ前髪さ綺麗、なんか最近この触覚とかがいい感じに。じゃあねバイバイ、おやすみなさい。まだ時間あるのかなこれ。さよなら。あ、おしゃべり会ハイタッチ会もぜひぜひ来てください。お待ちしております。じゃあね。